接戦の1回戦 E グループ8フレを終え酒井がトップ。それを鈴木と大島が追う展開で終盤第9フレーム、薄めからストライクにはつながっていかない中盤ピンがタップです。9本なかなかここに来て3人とも少しスパイラルに入ってきました。第9フレーム1投目、第8フレームでイージーミスをした酒井美香、ストライクのために外に出した。よーし、ストライク。酒井プロのストライクの取り方も序盤のストライクとはちょっとやっぱりラインを変えないとストライクが取れなくなってきているのかなというふうに今の伊藤で少し感じますよね。はい、さあ大島プロ次の投球ね、ものすごく大事です。酒井プロとの10フレ勝負にね持ち込むためにもストライクを重ねたいところです。先ほどはスプリットを喫してしまったこの右側のラインです。どう調整してくるのか、少し内に立ったか、膨らませてどうだ。よーし、ストライク。見事アジャストを見せました大島由香、ストライクです。第8第9フレームストライク、そして10フレーはまずは鈴木亜希から。鈴木プロパンチアウトでね206まで持っていきたいですね。どうだ、ストライク。テンフレイトのストライクです。ここで酒井美香テンフレイト目、右側のレーンです。先ほどは8本を倒したこのレーンですが、これもまたちょっとアジャストが必要か。どうだ、これは集め、同じように2本残ります。ここで10フレ1投目、酒井が8本ですから、大島的には、大島は全部持ってくると226まであります。どうだ、あーとこれも裏だ、1番ピンの裏側に行きました。そうですね、悔しいですね鈴木プロ、ちょっとね酒井10フレ2投目、ここは大事に2本をマークしていかなくてはいけません。どうだ、ここはきちんと払っていきました。鈴木です。鈴木は決まった意味でフィニッシュ、196フィニッシュです。さあ酒井プロ、ここちゃんとストライクを持ってきてカウントを良くしておきたいところです。ストライクで216、はい、テンフレ3投目、酒井美香、よーし、ストライク216でフィニッシュ。そう、今のストライクで大島がテンフレーム2つストライクを重ねなければダメな状況になりました。大事な1投目です。さあどうだ、先ほどこのレーンではストライク思いっきり投げた、戻ってこい。9本無情にも7番ピンが残りました。危ない、多分本人スタートの感じから言ったら230は打てると思ってたんじゃないかなと思うんですよね。島テンフレ3投目、どうだ、最後は8本でフィニッシュ、大島優香200飛んで31回戦 E グループの戦い216を打った酒井美香、準決勝進出です。酒井が4大会ぶりに1回戦突破、そしてスコア225の渡辺がワイルドカードで準決勝進出を決めた。この結果、酒井が今シリーズ初ポイントを獲得、鈴木は3ポイントのまま次回出場停止、今シリーズを終えた。いや、なんか行きたかったな、でも勝てる試合だったじゃん。いや、なんかもうさ、始まった時はね、もう4フレぐらいで、うわ、これ終わったなと思ってたんですよね。あ、でもあれ、グズグズし始めた、これいけるか、一
1位は無理でも2位にはいけるかなと思ってたんですけどね、爪が甘いっす。悔しい。大事なとこで持ってこられない、成長してるつもりで終わってしまって悔しいです。もう決勝行きたい、今日は決勝行きたい、マジで頑張ります。いつも頑張ってるけどそれ以上に頑張ります。